こぼれてるじゃん。食器、食洗機回してね。あ、でも回すだけでいいですか。うん、今いっぱい入ってる。多分ね、周りにいっぱい食器あるからね、まだ1回で終わんないと思うから2回に分けて。ちょっとあの、お願いをしたじゃないですか。うん、観葉植物をちょっと育てたいんですよ。そうなんですよ。で、2人とも観葉植物が好きで、今俺顔出てなくて、出しちゃいけないもん出てるっていう状況来てちゃんと顔入れて、動画に。はい、はい、ちょっとじゃあせーので出す。せーので出す、ちょっとやっぱドキドキとか欲しいし、はい、せーの。どうよ。いや、これいい、こういうの欲しい。いいでしょ。逆にこういうパターン、森みたいなパターン。そう、アスパラガスなのそれ。アスパラガス使いだった。これが太くなってくるってこと。どうだろう、でもめっちゃ伸びてくらしいよ、こんもり。いや、危険なやつじゃん。でかくなりすぎるやつじゃない。いや、こう剪定してくだって、その分。あ、そう、好きなだけ残してくって。こいつはもうほっとけばいい。かわいくね。かわいい。観葉植物かわいいよね。これのこれいてんかな、やっぱこれ。ほら、こう見ると綺麗じゃない。ちょっと待てよ。こいつ結構ね、優秀な土俵持ってそうだから。確かに普通のサボテンの跳ね方じゃないんだよね。見たらわかると思うけど結構なんだよね。もう一個買っちゃって、うん、いいっすか。これ多分ね、サブテンを選ぶ感じ。サブちゃんみたいに言うなよ。サブテンを、サブテンを、サボテンな。サブテンって言ったらサブちゃんに引っ張られてる。サブテンをね、うん、選ぶサボテンな。カンタからしたら、うん、これすごいいいと思う。え、ちょっと楽しみだけど、これちょっと見よう。いやー、すごいいいよ。これいいでしょ。ラピュタ的なね。これよくない。いや、わけわかんないもん。これしかも題名というか、植物の名前が、題名って題名が、あのね、もうおかしいよそれ。なんだっけ言い方。なんだっけ、神様が言うやつだよ。あそこにました。植物のに対しての名前に対して題名っていうの、犬っていう題名っていうでいいのは神様だけだからね。この植物の名前言っていい。うん、電磁波サボテン。え、もう不思議すぎないこいつ。え、じゃあ詳しく見ていいですか。うん、俺の方が攻撃力が高そうな。まあそうだね。ただこの見た目の不思議さすごい。え、触っていたいんかな。危なくそうだな。大丈夫。うわ、思ったより柔らかい、こいつ自体が。うわ、なんかトゲではねえんだな。あ、ちっちゃいトゲがすげえあんだ。気持ち悪いこれ。いや、こいつはこいつでやばいやん。で、これ電磁波サボテンなんですけど、やっぱパソコンとかがあるじゃん、うちって。うん、そうするとその電磁波を発してなんか人体に少ないからず影響がすごいある時あるので、うん、そういう電磁波をこう吸収してそのなんか浄化するから電磁波サボテン。はい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 。かわいいでしょこいつ。いいね。こいつこいつで俺ね、もうね、迷ってもう買っちゃおう両方と思って。ね、両極端って感じだね。そうそうそう、なんかこの癒しの効果みたいな。こっちはなんかちょっとキモかわいいみたいな。こいつをもうこれでも欲しいな。いや、こいつは一個用のやつだね。なんかこれで満足。だから真ん中にな感じだろうな。確かに。あ、いい、こんな感じだよ、ね、あ、いいいいいい、こんな感じだ、ね、それぞれの良さみたいな、うん、これいいわ。え、なんで電磁波サボテンっていうの。さっき言ったじゃん。めちゃくちゃかっこいいな。電磁波サボテンかっこいいでしょ。うん、うん、いいね。いいでしょ。なんかかわいいよね、観葉植物って。なんかいい土使ってんな、前のやつ。いや、ちょ、これ土じゃないの。だからな、汚れないの。俺のやつなんかもう体育祭の時の体育祭終わった後の砂みたいになってるから。こっち、うん、これはほらじいちゃんの裏庭みたいな。いや、わかるけど、わかるけど、じいちゃんちの裏庭みたいな土。今後もね、うん、観葉植物を増やしていきたいね。増やしていこう。第2弾、第3弾と。ちょっとさ、観葉植物かわいいよねって話はしてたもんね。なんか興味あるよ、ね、いや、俺だってもともと1個あったからね、家に。いい、気をつけないのは、俺机に置いてたの、うん、5回ぐらい落としたことあるから。あー、その、いや、落とすわけないじゃん、だって大切だもんって思っても、机ってなんか置いたりとか知らないうちに、うん、端っこの方にずずずず端に置くから絶対、うんうん、で、ひっくり返った時の、いや、砂やんのや。
すんなぐしゃぐしゃにやんだよっていう気持ちな、うん、こいつじゃなくてこいつらが大切っていう気持ちよりも先に、いやこいつらは無事なの大体の場合。おい砂がすごいな。いや無事なんだけど、うん、よかったって思うんだけど、うん、砂やめろよ砂が根っことかこうやってやって持ってきちゃうからさ、うん、いや家に砂はやめてほしくない、うん、でも砂だからね、ちょっとその自覚だけはもっと、うん、だからもう絶対ひっくり返さないところに行こう。ひっくり返したら砂が来ちゃうんだよ。かわいいこいつマジで。いやこういうのはもともと好きなんだから、もうこういう葉っぱは。ということで、ただね観葉植物を家に置きたくて買ってきました、はい、ということでサブチャンネルでした。ありがとうございました。